G7 広島サミットの主会場となったホテルで各国首脳に提供した料理をアレンジしたメニューが今日お披露目され、宮脇アナウンサーが試食してきました。前菜は広島県産わさびと牡蠣の佃煮のクリームが乗った毛ガニの料理。ウニやキャビアも添えられています。アクアパッツァは瀬戸内の旬の魚と広島産ムール貝が使われ、オリーブの香りが効いたスープ仕立てです。グランドプリンスホテル広島に登場したのは G7 サミットで各国首脳や配偶者が参加した夕食会のアレンジメニュー。メインディッシュは広島牛のフィレ肉です。舌に乗せたら溶けていくような柔らかさ、至福の時ですね。国産の食材を使いながらもトリュフ風味のソースにすることで、海外の要人の味覚にも合うようおもてなしの心が添えられています。今回再現されているのは料理だけではないんです。座っている椅子、そしてこの机、さらには食器まで実際に使用されたもの。五感を使ってサミットを思う存分感じることができます。夕食会のアレンジメニューは1人5万円で2人から予約可能です。またワーキングランチのアレンジメニューも用意されており、こちらは1人3万円でホテル22階の個室で味わえます。やっぱ広島で食べるっていうことに対してね、やっぱりその価値観出せるようなあの食材ピックアップして、この空間とね、この場所もそうですし、同じあの体験をしてもらいたいなと思います。アレンジメニューの提供は来月7日からのスタートですが、すでに合わせて150人の予約が入っているということです。メニューは2週間前までの予約が必要で、来年3月まで提供されます。